有刺鉄線の棘。有刺鉄線は、いくつもの差しのついた鉄線のことである。主に鉄条網の材料として、敷地や物の保護を目的として、それらを囲うために用いられる。バラ線とも呼ばれる。頑丈な金属線に、斜めに沿いで尖らせた短い鉄線を巻き付け、尖った部分を出すようにし、それを数十センチメートルごとに巻き付けることによって、製造される。 立ち入り禁止区域やプライベートな敷地に無断で人間や動物などが入ってこないように敷地の柵に巻き付けるなどして使用する。中には電気を鉄線に通すことによって生き物が触れると感電するようにし近づけないようにするものもある。有刺鉄線は、ウバラの差しに見立てて、バラ線とも呼ぶ。この場合は束をバラした電線のことではない。他に、鬼針、犬釘、 バーブドワイヤーとも呼ばれている。サしは非常に鋭利なので取り扱う場合は革手袋などの保護具を着用する必要がある。ケブラー軍手程度では貫通してしまうので不適である。1960年代末頃から帯甲から直接紙掃除状の刃を加工した形状の有刺鉄線も使用されておりバーブドテープないしレーザーワイヤーと呼ばれている。有刺鉄線は 1865年にフランスで最初に発明され、これを改良したものが1874年にアメリカ合衆国の発明家、ジョセフ・グリッテンによって発明された。アメリカでは牧場や農場の境界を示す策に用いられたことから、西部開拓時代を語る上でのキーワードの一つとなっており、テキサス州マクレーンには有志鉄線の博物館、 デビルスロープミュージアムが存在する。ありがとうございます。